いやー、つやつや。簡単だからやってみよう。皆さんこんにちは、おはチャンネル。本日はですね、お祭りとかで見かけるいちご飴作っていきたいと思います。ちょっと見てください、このいちごね、近くのね、業務用スーパーでね、3パック1000円だったんですよ。むちゃくちゃ安いでしょ。旬ですよね。しかも旬のものって栄養価が高いですから、もうこれはね、絶対やってみてほしいです。ステンレスの鍋を使いましたら、お砂糖がまあ綺麗に溶けますのでね、ぜひそこもチェックしてみてください。はい、じゃあ早速行ってみましょう。じゃあね、このいちごなんですけども、処理が大事。いちごってね、お野菜と果物の中でもたくさん農薬が入っているものになってますんで、水洗いじゃ落ちません。なのでね、浄水にこうやっていちご入れまして、でこうやってね、野菜食器用って書いてある洗剤ね、これをね、ほんのちょこっとだけ入れますと、こうやって洗っていくことで農薬が取れていきますから、もうね、こだわりの方はいちご狩りにもね、洗剤持ってってください。で最後これね、水洗いです。でこの洗剤の入ったボウルね、1回でね、終わらしちゃうのはちょっともったいないっていう方も、お料理の前にね、こうやって1回作っておきましたら、ナスだったりとかピーマンだったりミニトマトだったり、もう皮ごと食べるやつなんかはね、この野菜洗い洗剤でシャパシャパっと洗っておきますと、お味全然違いますよ。体にも安全ですしね。そしたらいちごね、プチプチっとヘタだけ取りまして、で竹串に刺していきましょうか。あのケーキ屋さんのいちごも悪くならないために洗わないとか言いますからね、やっぱりね、お家が安全ですよ。これ家で作ったらね、1本60円ぐらいでできますからね、むちゃくちゃ安いよね。これ1個余ったのね、さあ、そしたらね、使うお鍋なんですけどもね、なるべくね、こうやってね、くるくるっとしていきたいので、ここのね、底がね、浅い方がいいです。なので今日はたまたまね、卵焼き器でいきます。じゃあこれお鍋火つけまして、で、お砂糖投入です。これね、白砂糖がいいですよ。あの、精製されてないね、いいお砂糖をお使いの方も多いんですけども、やっぱりね、プリンのカラメルとかこうね、滑らかに溶かしていくものは水分量が違いますので、白砂糖が絶対綺麗にできるんですよ。なのでね、いつもね、白砂糖っていうのは良くないんですけども、お菓子用にね、ちょっとだけ置いといていただくのね、ありだと思います。で、今日はこれね、お水を用意しておいてください。少しこうやって、ね、鍋底が溶け始めたら、もうお水入れちゃいましょう。これね、あんまり温度が高くなってからね、お水入れちゃいますと、ブチブチブチって言って跳ねたりしますんでね、一番そこがね、溶け始めたらでいいです。で、お砂糖とかお箸とかでかき混ぜますと粉吹いちゃいますんで、もしね、混ぜるとしてもね、こうやってね、揺するぐらいにしましょう。基本的にはね、ほったらかしでいいです。さあ、これじゃあいいでしょう。見てください、なんと、まあ綺麗にお砂糖が溶けること、素晴らしいよね。じゃあそしたらね、もう火切っちゃいまして、ちょっとね、この泡を落ち着けましょう。もう鍋の余熱があるからね、結構ずっとね、プクプク言いますけども、これがね、落ち着いてきたらね、やっといちごを絡める時間です。あれ、これなかなか難しいね。意外に難しい。竹串2本とかだといいんじゃないかな。で、これ手元熱いので気をつけましょう。かけづらいとこはスプーンいっちゃおうか。シャキーン、OK です。いやー、ツヤツヤ。で、これステンレス鍋でやるといいところはね、お砂糖がきれいに溶けるっていうのもあるんですけども、これ火を切った状態なんですけども、お鍋にね、蓄熱力があるので、飴がね、なかなか固まってこないので、非常につけやすいっていうのがあります。なのでね、兄弟とかね、いる方はね、順番を守ってゆっくりやっていただいても、みんなきれいに飴がつくので安心してください。ちっちゃいイチゴの方がやりやすいかもね。わかるかな、このテカテカ。クーだよね。いやー、皆様どうでしょうか。これ1パックで相当遊べますよ。それじゃあちょっと1個食べてみましょうか。クー、うん、イチゴにね、練乳かけて食べるのが好きな花形はね、絶対間違いない。ただでさえ甘いイチゴなのにね、超甘くなります。今日のお砂糖ね、結構ね、お水でね、溶かしてますんで、割とね、こう、うっすらとね、お砂糖がかかる感じになっておりますので、そんなにね、甘ったるいこともありませんし、中からね、いちごの酸味がね、シュッときますんで、逆にね、酸っぱいいちごなんかでやっても美味しいかもしれませんね。いやー、もうね、想像以上に楽しめますからね、これ絶対おうち向けですから、やってみてください。というわけで、本日も動画を最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。